こんにちは。愉快な動物たちへようこそ。今日はみんなに牛さんを紹介するよ。牛さんは牛科の動物。牛科の動物は他にヤギや羊、カモシカなどがいるんだよ。住んでいるところは寒いところを除く全世界。ほら、僕たちの住んでいる日本でもいろいろなところで牛さんに会えるよね。つま先から肩までの高さは110センチメートルから一番大きいもので180センチメートルもあるんだ。そして体の重さは450キログラムから1800キログラムもあるんだよ。車1台と同じ重さ。すっごーい。牛さんは草食動物だから草が大好き。中でも一番好きなのは牧草っていう草なんだけど、雑草や木の葉もむしゃむしゃ食べるんだ。牛さんがいっぱいいるよ。牛さんのほとんどは人間に飼育されているんだ。牛さんの好物、草がいっぱい生えている広い場所で自由に動き回って好きなだけ草を食べて一日を過ごすんだ。子供の牛さんも早く大きくなるためにいっぱい草を食べてる。みんなもたくさん食べて早く大きくなろうね。牛さんが草を食べる時間は大きく分けて1日に3回、なんと7時間から9時間ぐらい食べてるんだ。牛さんはたくさん食べるからお腹がなんと4つもあるんだ。イエーイ。草は栄養になるのにとても時間がかかるから、4つのお腹でゆっくりゆっくり消化していくんだ。これを反芻って言うんだよ。びっくりした。牛さんがみんなこっちを見ているよ。ちょっと、取るんだったら綺麗に取ったよね。この黒と白の見事な洋服、ちゃんと取れてる？あれれ、今度は黒い牛さんだ。お馬さんみたいでかっこいい。みんなは牛って言うと黒と白の模様を思い浮かべるよね。だけどこの牛さんみたいに黒だけの模様や茶色、白だけの牛さんもいるんだよ。だな。あれれ、いつからそこにいたの？まあいいか。いい匂いがするな。こっち？違うか。
やっぱこっち？もうわかんないや。ここから作られるのがみんながいつも飲んでいる牛乳だよ。牛乳を作る他にも畑を耕したり重い荷物を運んだり、とっても働き者なんだ。牛さんは僕たち人間のためにいろいろなことをしてくれるとっても大切な動物。答えられるかな？日本語では牛だよね。漢字ではこう書くんだ。じゃあ英語ではなんていうのか知ってる？よし、じゃあヒントをあげよう。英語で書くと文字は全部で3つだよ。あとね、何かの鳴き声に似ているかな。わかったかな？正解はそう、飼うって言うんだね。アルファベットでは COW で飼う、こう書くんだね。さあみんな、牛さんのことがよくわかったかな。優しくて力持ちの牛さんにみんなも会いに行こう。